の？あ、知ってる。たい焼き屋のお姉さんだ。あそこヤバなんですよ。もううまいの塊。今度連れてってあげますね。どなたか先輩のおごりで。あの飛ぶ鳥落とす勢いのギルドの財務担当ですって。おお、柔和な表情の下にただならぬ才能を宿している。まるで僕のようじゃないか。端的に還元すればできる女ということだ。まあ、ドラゴンスレイヤーの方まで。いや、アルバイトって書いてあるじゃん。てか何なんその役職、バイトリーダーより偉いの？ドラゴンスレ、あ、竜殺しってこと。いいじゃん。噂に聞く秋野様。何でも飛空艇を使い捨てにしてしまわれるらしいですわ。飛空艇？あの空飛ぶ豪華客船とかいう？なんと一部上流階級の間ですでに実用化されているとは聞いていたが。マジか、そんなゴージャス乗り物を紙コップ感覚で使い捨てるとか。ごくり。ごきげんよう皆様。メルクリウス財団ギルドマスター秋のウィスタリアですわ。ウィスタリア家ってこの学院にもジャブジャブ寄付してる名門中の名門。毎年象牙の塔を立て直せるほどのオールビ持ちって話です。何それすごい。うん、聞き逃せないトピックだな。メモメモ。今日は皆様のビジネスアイディアをバッシバッシ聞かせてくださいまし、共にランドソルを盛り上げてまいりましょう。よろしくお願いいたしますわね。